どうも、キックです。今回はヒーローダンジョン、火の暗殺者ですね。こちらのダンジョンやっていきたいと思います。暗殺者なんですけども、まあ火はちょっと使いにくいかなっていう感じはします。僕は闇を持ってるんですね。まあこれスキルマなんで、そんな全力で回る気はないんですけども、暗殺者闇はものすごく当たりです。この終わりなき士が、まあ僕速度に振ってるんですけども、まあ風姫ワンパンできるぐらいバフで、まあ、バフは自分でかけれるんで、まあ、防御でバフ入ってれば風姫神獣装あたりはワンパンできる火力が出ます。はい。で、まあ闇はそう簡単に当たらないと思うんで、まあ水がいいんじゃないですかね。レードで四段はあれ、速度制限食らうと攻撃回数減るみたいなんで四段には向いてないです。まあレードで楽園要因ですね。楽園要因が増えると僕の苦労が輝き出すんで苦労が本当に輝き出すんで、楽園増えればいいなと思っております。僕ちょっと水の暗殺者は全部こいつに食わせちゃってていないんで、まあそんなに全力では回んないですけど、とりあえず回ってみようかなと思います。あと風もまあ悪くはないと思うんですけど、まあ、パーティーこんな感じですね。時差で引いたんで、こんなまだそんないいルーンついてないですけど、これでいきたいと思います。はい。で、最速は今のところ1分38秒ですね。やっぱり時差だはチートですね。昨日引いたばかりの時差だを、このヒーロー回るためだけに引いたっていう感じですよね時差だ。風の話でしたね。風の暗殺者はまあ悪くないんですけども、僕はあんまり単体火力、しかも属性が風っていうことであまり評価はしてません。やっぱり水をレイド用に作る人はぜひ作ってみてくださいっていう感じですかね。まあ水もやっぱり高速周回を目指すにあたって使うっていう感じなんで、まだ高速周回の段階じゃない人はそのアセットを集める必要もないかなと思います。高速周回でもう楽園とか求めるようになると使えるかなという感じですね。時差だ入れると回復いらないですよね。今回あんまりサクサクいってないな。今見ました、落ちたタイミングで特殊技の、体力の 30% を分け与える なんで落ちても復活すると。大体特殊技の体力で4万5000ぐらいかな。なんでまあ1万5000ぐらいは回復で復活するっていう感じですかね。ちょっと全体攻撃って打ってもらわないとスピードは出ないんですけど、やめ合わせちゃいますね。バフルバフがあればもうちょっと火力を出してくるんですけど、やめ合わせちゃなんか全然略奪打たないからあんま早くないっすよ。なんか切断もそんな打ってなかったっすね。まあこんな感じで多分事故りはしないと思うけどね。適当で入れてくる。ああ、まあ早くないっすね。2分14秒。ちょっともう一回行きましょうか。
もう時貞を自慢するだけの動画もう本当嬉しいんですよ時貞、ありがとうございます。で本当は高速周回するなら、ヴェルデより先にルシェンが動かなきゃいけないんですけど、ちょっとうちのルシェンは鈍速ルシェンなんで、そこぐらいですかね。ジャイロスの後にヴェルデが動いて、さらに時貞がルシェンの前に動いてるんですよね。これがやっぱりタイムロスになってますね。これがタイムロスです。あとはヒーローダンジョンとかやっぱり保護を積んでると多少安定感増すと思います。毎回保護シールとか回想ごとに貼られるんで、やっぱり保護はヒーローとかに似てますよね。何も貼られたし、あんまサクサクいかないですね。初見が一番早かったんですけど1分38秒。あ、今、ルシェン2位 30%、時貞の体力分け与えましたね、落ちた時に。ルシェンなんかもほぼ全回してるんですよね。で、次の回行く時に回復するじゃないですか、体力。ほら、こんな感じで、まあ、ほぼ、また 30% 今、ガレオンに行きましたね。まあほぼ事故ることはないと思います。はい、でもなんかもうちょっとやっぱりガレオンは冒険だな。でヒットアンドに使うガレオンはやっぱ暴走ですよね。もう一体ガレオン欲しいな。2分27秒。まあこんなもんか。こんなもんですね。というわけで、まあそうですね。水をレイド用に作る人は、まああるといいかなっていう感じのヒーローダンジョン。闇持ってる人は全力ですね。まだスキルまでないっていう人は、僕はデビモンぶっ込みましたんで、まあ1体取って終わりかなと思っております。では今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。